どうも、内山美恵です。釣りに行ってきたんですよ。私は釣れなかったんですけど、隣にいた方からなんととんでもないお魚をいただいてしまいました。人生初の経験を今からしてこようと思います。あ、ここじゃん、ここじゃん、おいで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 。で、今から料理の方していこうと思います。まず釣った魚がこちらです。あ、釣ってないや。いただいた魚がこちらです。こちらきゃー、そう、タチウオなんです。すごいな、反射すごいな。これとんでもねえ魚をゲットしちまったです。というわけで、どうしましょう。これ実はこれね、タチウオ一匹じゃなくて、まだまだ魚がたくさんあるので、今からさばいていこうと思います。それでは行ってみよう。これです。ダダーン、すんごいんですけど。これわかんないね。弟に教えてもらいながらちょっと自分でやろうと思います。まずこれいく。でも私慣れてないよ。これ移動です。はい、こちらにご整列お願いいたします。いや、これむずいね。あー、さようなら、ごめんなさい。あは、息がいいねってよく言うね。よし、じゃあまずさばく、頑張って。ここ行くね。え、お尻どこ、お尻どこ。え、あった、意外と手前でした。試合を切るぜ。よし、2匹目綺麗に取れました。こっちもやっていきます。そういえば、いただいた方に教えていただいたんですけど、タチウオのあのツルツルしたキラキラが女性のあのマニキュアのラメになってるっていうのを聞いて、え、マジっすかみたいな。もう知らなくて、なんか日頃お世話になっておりますって感じでした。知らなかったわ。こうじゃん、これのが楽だわ。最後にして分かってしまう。あ、こうだね。あ、楽ちん。はい、下処理ができました。こっちはお刺身にして、こっちも取れたて新鮮なので塩焼きにして食べたいと思います。はい、じゃあまず水気を取ります。おっきいね、タチウオ。でかい、タチウオ。私食べるの初めてかもしれない。タチウオってスーパーに売ってんのかな。あんまり注意して見たことがない。鮮魚センターとかなら売ってんのかな。はい、水気取りました。では3枚におろしていこうと思います。尻尾を落とします。ここら辺かな、落とします。で、なんかラメみたいに出て、これがあれだよ、多分マニキュアのラメってことだよね。ええ、すごいんだけど。よし、ではお次は反対側行きたいと思います。うわー、やりました。さあ見てみましょう。せーの、どうでしょう。なんかこれもったいないから、これはこれで焼こうかな。で、なんかもったいないので焼こうと思います。とりあえず3枚におろせました。残りもやっていきます。こっち塩振っちゃいます。ちょっと高いとこからピャ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 。さあ裏側もピャ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 。よし、割としっかりめに味付けました。こっち刺身、こっちを塩焼きにします。よし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 、こっち塩振る。はい、おいしくなーれ、おいしくなーれ。はい、塩振ったのでこの3つを焼きます。よし、それではいってらっしゃいませ。じゃあ今度こっちは刺身用ということなので、これで小骨を抜いていきます。そしたら今度稲田さんですね。はい、稲田さんも刺身にしていこうと思います。ゴリゴリしてっていい？で、最後までいく？
で、どこまで行くこれ。ペロンって向けちゃうよ、これ、ペロンって。おあれ、ペロンって向けちゃった。まあまあまあ。え、じゃあ、これ、ここ、どっから切る。あ、いた、中骨。なんか3枚見せたんで、こっちからやります。さっきのタチウオ方式でいきます。ない、できた。よし、なんとか3枚におろせました。さあ、刺身にするぞ。ふわー、不安。こういう感じだよね、多分ね。稲田のお刺身できました。弟から刺身包丁を今借りました。1、2、3、ずー、1、2、3、ずー。もう一個刺身でこれ借ります。で、炙ります。オッケー、よいしょ。はい、氷水で冷まします。で、これも刺身にします。完成しました。弟に手伝ってもらって、もうね、自分一人じゃできませんでした。今回は助かりました。それでは出来上がりを見てもらいましょう。こちらでーす。完成。よいしょ。はい、これがタチウオの焼きで、カサゴとキジハタです。そして稲田のお刺身。ちなみにこっちが私がさばいた稲田のお刺身なんですけど、弟の方がめっちゃ上手です。そしてタチウオのお刺身で、これが炙ったんですよね。タチウオの焼き霜作りです。だったかな。よし、では早速いただきたいと思います。まずはタチウオのお刺身からいただきたいと思います。ちょっとだけつけていただきますね。取れたて新鮮タチウオ、いただきます。うん、コリコリ、甘い。なんだろう、え、甘くてトロトロしてて、と油が乗ってるっていうのかな。いや、めっちゃ美味しい。なんか美味しいよ、ここちゃん。美味しい。タチウオ稲田、いただきたいと思います。いや、だけどせっかくだからね、せっかくなので私がさばいたこちらこっちで稲田のお刺身いただきます。あ、すごい、まあ切った人がね、すごい分厚いお刺身になってしまいましたけど、あ、それでも美味しそう。食べ慣れてんのかな、味的に。どうだろう。うん、うまいやないか。うん、おいしい。え、めっちゃおいしい。まあ、そっか、ブリの味だよね、要は。ん、ブリの味で合ってるよね。なんか食べやすい感じがします、すごく。え、取れたて新鮮って本当に臭みが全くないから、甘くて超おいしいです。はい、初生の刺身で食べた回ですね。うん、今までサバとかだったからなんかちょっと怖くて食べてなかったんですけど、もうこれねえねえねえ、本当に、ええ、もう美味しい。これ霜降り炙りタチウオ、行ってみる。こんな感じ。炙ったらね、また違いますもんね。うん、鼻を抜ける炙りの風味、美味しいね。
タチウオって、まあ、皮ごともう全然食べれたんですけど、この皮を炙る香ばしい感じがすごく美味しい。で今度タチウオの塩焼きを食べてみようと思います。ちょっとねカリカリに焼きました。うん、美味しい。身がふわふわ。キジハタ口食べてみようと思います。うわ、もう見るからにね油が乗ってそうな感じです。あ、油乗ってて美味しい。なんかプリップリってしてる。もう箸でねこう触っただけでねこのプリップリ感がすごい、うん、美味しい。キジハタって甘いんですね。美味しい。すげえ、プリップリする、プリップリする。おお、身離れもめっちゃいいです。ペローンって感じ。うん、弾力がすごいんですよ。プリンプリンって。じゃ最後カサゴちゃん。おお、真っ白真っ白なカサゴさん、いただき。あ、風味がすごい、結構独特かも。中の身はね独特の風味がねすっごい美味しいです。皮の方まで食べるとちょっとね好みが分かれるから、結構、うん、独特な魚の風味がするんだけど、皮じゃないところの白身の部分食べたらすっごいさっぱりしてて食べやすいです。この白い身のところがね、うん、特に美味しい。皮にちょっと匂いがあるのかな。美味しいです。はい、こんな感じでね今回はねもうめっちゃ手伝ってもらいながら三枚おろしが全然できなかったのと、お刺身包丁の使い方がもう全くできなかったので、次はね改めて三枚おろしとかも練習したいし、うん、そのためにはねまたまずはアジ、自分でアジ釣って三枚おろし練習したいので釣り頑張りたいと思います。はい、頑張ります。はい、そんな感じでいかがでしたでしょうか。今回は釣れなかったんですけど、隣の方からいただいたキジハタとかタチウオを使って頑張って料理していました。この動画が良かったらグッドボタンと窓の方チャンネル登録お待ちしております。 Twitter、Instagram いますので内山美恵で検索フォローよろしくお願いします。よかったら関連動画や再生リストから次の動画見に行ってください。釣りカテゴリーもありますのでぜひぜひチェックよろしくお願いします。チャンネル登録お済みの方はその隣にあるベルマークでぜひ通知ボタン押しておいてください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。